中年なう、浅川津です。くだらないもの工房のバーチャルをき風宅調整ポイント職人の匠ですと。はい、今回はね、 えー、2022年のイグノーベル経済学賞の成功するのは才能ある人ではなく、ただ運のいい人であることが数学的説明っていうことで、これが面白いと、うんえー。この通りなら自分に才能があるかを悩む必要はないし、成功した人に嫉妬したり過剰に持ち上げたりする必要もないことになるから、まあ、気が楽になる研究だと。いうふうに書いてあるんだけれど。うん、嫉妬はしますよね、きっとね。<laughs> こいつ運が良くて。そう。<laughs> これね、そういうふうにコメントしてる人いるんだけれど、うん、あの、宝くじで当たった人には嫉妬するよね。<laughs> しますよね。運がいいなってあ。なんであいつだっけってなりますよね。逆に。んなんか努力もしてねえでっていう方向に行っちゃう気がするんだけど。<laughs> そういうパターンもあるけれど、えー、このね、運芸における生存戦略としては、1、変化が激しく、新残者にもチャンスがありそうな環境を選び、2、長く続けられる活動を見つけて、3、確率だと割り切って思考回数を増やすと。 に落ち着くんじゃないかっていうことで、うん、そのチャンスがありそうな場所を、まあ新しそうな環境を選ぶと。で、まあその中で、まあ俺だったらこれ長く続けられるなっていうことを、まあやって。 で、あとはま、確率だと思ってずっとそこで、ま、回数を増やしていくと。うんうん、なんかさ、その、もう、シーンが動いてないところって確かに硬着してるのはあるよね。その、重鎮とかがずっと居座ってるとか、子さんがずっとその、力を持っちゃってて、全くその、変化が起きないみたいなさうん、うん、凝り固まっちゃってるところはダメでしょうね。そういうのあるもんね。うん,うん。これね、えっ、ー、と、ゴルゴ13のね、この、漫画の切り抜きも貼ってあるんだけれど、 10%の才能と20%の努力、そして30%の臆病さ、残る40%は運だろうなと。結構運占めてますね。ね、4割っていうことで。あと、まあこれすげえ、こういう職業だからからんかもしんないけど、30%の臆病さってのもいいよね。ね、これは、要は、まあゴルゴで言うところの慎重さですからね。そう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 。その、大胆になれるやつってその分死ぬ確率も高いわけだよね。うん。だリスクをちゃんと考えれるかどうかってやつでしょうね。 たまーになー、無鉄砲のやついるもんなー。いるんですよ。だから、それこそ若い会社とかでも、<laughs> うん。ある程度、こう、ちゃんとしてるところって、臆病さがちゃんとありますよね。ね、これはまあ、ギャンブルにも言えるけれど、その、無敵感のある人って、いきなりもう100%かけちゃったりすんじゃん。<laughs> <laughs> <laughs> 臆病さないのか。で、結局、運がいいとそれで勝てちゃうじゃん,うん,う,ん,う,んうん。でも、やっぱり、運って続かないから、ずーっとそのかけ方をしていくと、最終的に臆病さが足りなくて、どっかで、一気にその、ま、 コツコツドカンって言うんだけど、コツ,コツ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 買ってって最後のドカンで死ぬっていうね。かわいそうすぎるわ。<laughs> ギャンブルに多いパターンなんだよね。うん、だそこの辺のまあリスク管理はまあ30%っていうのはすげえ妥当だなと思うんだけれど。うんうん 最初にまあ話戻るけど、その宝くじで当たった人もまあ実際嫉妬するよねって言うけれど、うん、その嫉妬ってでもやっぱり無意味は無意味だよな。まあしたところでね、自分の方にそれが来るわけじゃないですからね。<laughs> 運を嫉妬しても、自分に運が向いてくるわけじゃないもんなわけではないし、なんたらもう個人的な話を言っちゃうと、うん。運っていうパラメーター自体が俺はないと思ってるので。ああ、はい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 、はい。運がいい、運が悪いっていうの自体がもう語るのが無駄というか、 うんなんか、運自体にパラメーターがあったら運じゃない感じしちゃうからなそう,そうそうそう。それはなんかこう積み重なって、その徳を積んでったら運が良くなるかって、そういう話じゃねえからね。<laughs> ではないじゃないですか。その徳を積むこと自体は別に悪いことじゃないと思うんですよ。それがいいことだと思って、その人たちが動くんで。ただ、それにちょっと頼りすぎじゃないっていうのはありますよね。例えば、 すごいボランティアとかいっぱいやった人が何十年宝くじやっても当たんなくても、なんか刑務所から出てきたやつが一発で宝くじ当てる可能性だってあるじゃん。<laughs> でも、まあ全然ありますね。運ってそういうことだもんね。だから、まあ誰にも制御できないね、何かなんでしょうね。ある意味だから、平等ではあるよね、運ってね。あそう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 。努力とか、あんま関係ないところで働く部分だから、うんうん、そういう意味でその、なんていうかな、運に嫉妬するっていうのは無意味であるっていうのは俺すげえわかるんだよね。 もう嫉妬して、そこの人からね、お金もらえるんだったら別に、なだけ嫉妬しますけど。<laughs> あとこれ逆にあれじゃない自分が運が良くて、周りから嫉妬されてもなっていう話でもあるよね。そう,そうそうそう。俺運が良かっただけなんだけどっていう。うんうん、<laughs> そう。俺運が良かっただけなんだけどは嫉妬させる要因になるか。<laughs> こいつ何言ってんだみたいな。<laughs> なんかムカつくなみたいなね。<laughs> だ運が良い,い時は周りに言わない方がいいんだよな。そう、結局運が良い,いって、 嫉妬されれるるるしかないっっよよねまああおめでととうって言われることはあるにせよ俺はなんか、運に対しては嫉妬のしようがねえから逆に自分が運が良かった時になんで嫉妬されるのかなって思っちゃうんだけどね。運なんだけどなあって。おびっくりした。お、受信だ。結構でかいな。でかいな。あ、でかいでかい。ちょっと一回、おう,おう、おう、おう。よいしょ。あうびっくりした。 ああ、でも茨城南部で震度4出てます、ね、まだ一応回ってるあ回ったまんまになってます、ね、ああ、じゃあ大丈夫だね。まあ今のちょっと地震の話も挟みながら <laughs>。<laughs> いや、今あれだね。運の話をしてる最中に地震が来て。びっくりしたよ。<laughs> びっくりした。 結構揺れましたね。携帯鳴ったからさ、P を P を P をつって。あ、ななったなった。運の話をしてるときにこんなことが起きるとね、ちょっとこう。<laughs> だ運がいい人を嫉妬してもまあしょうがないっていう話をしてたけれど、うんうん、大体の人はやっぱあれなのかなこの見切って回数を試していくうちにあ、もうダメだと思ってやめてっちゃうっていうことなのかな <laughs> 運を待ってちゃうっていう話か。待ってるだけじゃダメだと思うんですよね。だから結局、 行動する人のところにしかそういう結果って出てこないんで。何かしらやってないとダメなんだろうなっていう気はしますね。その、例えば運というパラメーターがあったとして。 それがどんだけ高くてもそれを使ってないとい意味がないというか。ああ、だからそのチャンスを活かせるかどうか問題ってあるよね。そういう感じじゃないかな。その運とかチャンスはある程度平等に回ってくると思うんだけれど、うんうん、それが来た時に活かせる人と活かせない人っては必ずいるもんね。うんうん、普段からそういうことを心がけてたり努力してる人じゃないとチャンスをつかむことができないっていうことなんだな。うんうん まあ宝くじみたいなさ、もう一発逆転みたいな運の使い方だったら誰でも平気なんだろうけれど、うんうん、実際はそういうんじゃない、なんかこう手がかり的な運とかさ、これを足がかりにすれば成功できるよって運とか人の巡り合わせが来た時にそれを活かせるかどうかになってくるから。そうですね。で、そういうのを気にしてる人は、あ、これはきっと巡り合わせだ、みたいなやつでピコンってきてそこだけちょっと頑張ってみるとか。そうだね。そのピンポイント的にあ、今だっていうのはあるんだろうからね。 なななんんんかかあるんじゃないかなと思うんですけどねここに書いてあるけど、つまり成功した人のアドバイスなど何の役にも立たないということかと。<laughs> まあ、努力なしにはまあ、まさ無理な話だけどっていう、まあ、うん、その、 俺は努力して頑張って成功しましたっていう人のアドバイスの中には、いやでもそれ運じゃねっていうのあったりするからないくらでもありますね、それはね。そういう人ほど運じゃなくて自分の実力でって言いたがるからね、またね。謙虚な人ってやっぱり、いや自分は運ですよって言うからな あまあそうですね。謙虚な人の方がそれ言いますね。言うよね。本当に、歴史に名を残すような偉人でも、あれを見つけたのは運だったとか、そういうのはあるけれど、意外となんかね、うんうん、あの、なんだっけ、この間も、ドラレコかなんかに取られてた、あの、くず餅の会社の、<ー>ね、<laughs> ね社長、あれもなんか2世だかなんだか、あれみたいだけれど、うんうん、自分がこの、銀行辞めて入ってきて会社を建て直したみたいなことすげえ言ってたけど、<laughs> なんかな、その結果あんなことやって自分が退陣 に追い込まれてんじゃなっていう,う話なんですよ。実力でも運でもなくて、お前単に家柄じゃねえかよって話じゃんね。<laughs> <laughs> 結局だからさ、それもさ、二世も三世とか、まあそういうのもさ、その家に生まれたって運だもんね。まあそうですよ。だそれをあの人は生かしきれてないんですせっかくチャンスがあったのにねっていう。うんうん、だ親の七光なんかも運だけれど、結局そこをほら、値段んでもしょうがないっていう部分はあるけれど、そのチャンスをだから生かせるかどうかってのはやっぱその人本人になってきちゃうもんね。んですね。二世三世になってより会社を大きくする人もいるわけだから。そう,そうそうそう。その人次第ですよね。そのとっかかりは運だとして。 でもねうん、うん、っていう感じでねまあちょっと途中ね自信があったりしましたけれど <laughs> ちょっとびっくりしましたけどねうーん今回はこのねイグノーベル経済学賞の成功するのは才能のある人ではなくただ運のいい人であるというねまあ、研究結果のお話でございましたよろしければチャンネル登録お願いします